皆さん、こんにちは。よんでございます。今回、じゃんこちらマイ・ニンテンドーのですね、こちら、スーパーマリオブラザー35周年の、じゃんゲームウォッチでございますイエーイ,イ,エーイはい、というとことで、ついにね、スーパーマリオブラザー35周年を記念したね、ゲームウォッチカラースクリーンがね、えー、発売しました。はい、ということで、なんだかすごい金ピカですね。いや、めっちゃかっこいい。いいっすね。はい。 ということでね、これね、パッケージがね、まあ、すごいんですよ。これね、なんか、すごい浮いてる感あるんだよね。これ、ちょっとカメラと伝わりにくいんですけど、まあ、もうこのパッケージの使用上ね、この、この画面がね、ちょっと浮く感じ <laughs> 浮いてね、見えてね、なんかすごい立体感あってね、面白いんだよね。はい。そして、スーパーマリオブラザーズとスーパーマリオブラザーズ2が遊べる。そして、ボールも遊べると。で、時間もね、もちろんゲームォッチなんで分かると。はい。ということでね、じゃ早速こちら開けていきたいと思います。あ、これ両側がね、テープで貼られてますね。うわ、ちょっとこれは綺麗に外したいね。はい、ちょっとね、これ綺麗に剥がそうかと思ったんですけども、これ剥がすとね、逆に箱に傷ついちゃうんで、もうここね、綺麗にカッターで切っちゃいたいと思います。はい、カッターでね、切り込み入れました。 これで取り出せますねはははい、じゃーんおーはい、こんな感じはい、じじゃんここな感れでね、外側にね、まあ、こうやってねマリオの部分が書いてあったんでまあなんかね浮き出てきたような感じになっていたわけでございますねであで中を見るとこうやってねゲームウォッチになってますねでもここはゲームウォッチではなくマリオになってるといたいな感じでございますおーいいですねあすごいこの角にね キノピオとピーチが現れた。さっきこの外箱でクッパがいたんだけど、このね、地面のところに隠されてて、それを開けたら中からキノピオとピーチが現れるって、いやーなんかすごいね。こんな秘密も隠されていました。はい。ということでじゃあ早速中の方を開けていきたいと思います。さあ、オープン。ホッはい。まずここ開けたらですね、ここにマリオとルイージがいますね。そしてスペシャルサンクストゥユーと書かれております。はい。 ではこのまけていきましょうほいはいこちらが中身となりますまずはケーブルですね t y p e C の Nintendo 純正ケーブルがついておりますはいこちらですねはいこれはねプロコンとかに付いてるケーブルの短いバージョンっていう感じですかねあでもこれぐらい短いのもとても使いやすそうですね、えー、長さはま 10cm 程度のケーブルとなりますさあそしてこちらが本体ですかねさあじゃあ中の方見ていきたいと思いますほい ジョンお出てきましたさあ、いよいよご対面でございます。ジョンはいうわ <laughs> うわ<ー> <laughs> えすげえ <laughs> うわめっちゃ綺麗もうなんか金ピカだないいなうわ <laughs> おいいねこれはいいわすごいちっちゃいねめっちゃちっちゃいわうわちっちゃくいや、これはいいね めっちゃいいじゃんうわーはい。ということで、もうすごい。輝いてるね。金ピカだね。綺麗だね。ここにゲームウォッチと書かれて、ここに上にはスーパーマリオブラザーズと書かれております。で、ニンテンド。で、十字機ですね。わあ、このファミコンのね、コントローラーのような、もう最初のこのニンテンドを作り上げたこの十字機。もうそれをそのままここに貼り付けたような感じですね。で、ここにはゲームタイム。ポーズセット。で、B と A のボタン。 これはゴムみたいな感じでね、シリコンのようなボタンでね、とても押し心地がいいです。裏はこのファミコンのカラーのような色をしていますね。で、横にはここに t y p e C のケーブルを挿す部分がありまして、で、ここに電源ボタンですかね。そしてこちらには、これなんだこれはおそらくスピーカーかな何かここに入れるってわけではないと思います。多分スピーカーになってるんだと思いますね。はい、ではおそらく充電になってると思いますんで、充電しなくても電源はつくのかなでは、押したいと思います。電源。 スイッチ、オン。ほい。おついたおお、お,お出てきたあ、なにこれマリオとルイージとクリボがいる。プレスタイムボタン。プレスタイムボタンだって。タイム、タイムボタンを押してみましょう。ほい。おおー出てきた !12 時おー現在12時となってますね。いやー、出てきたね。クリボには絶対当たらないなっての。これ A ボタンとかで操作とかできるとかいうわけではないと。ポーズ。おこれ 音量とかも上げられたりあとはあ明るさもこうやって調整ができるうなるほどいいねセットタイムであこれで時間がねこうセットできますねお、変わったねこれああこれね時間によって変わるのかな8時お夜になった9時おーもっと夜になったね10時おお。 11時 ?12 時おー、真夜中、日付変わって、1時って感じですか朝7時ぐらいになると、あー、朝になってきましたねって。おー、なるほど。で、お昼になると。っていう感じですね。おお、時間によってこの背景とかもね、変わってくるみたいですね。で、さっきからこの横にね、何かが映ってますね。なんか、ぽっ、ぽってこのゲームウォッチの、この音で、 何かが動いていますけれども、これは何ですかね秒針かなおそらく秒針ですね。で、これ30秒かな今。6のとこに行ったって感じ。3、4、で35って感じだ。これ7だね、今。っていう感じだ。秒針だ。でこれが多分ここに戻るときに、これが12時1分になるんだと思いますね。4、55、56、57、58、59、60。おっ 変わりましたね。12時1分になりました。はい。こんな感じで、秒針が動いてるわけですかね。はい。っていう感じです。じゃあ時間はこんな感じですね。で、このタイムを押すと、この地面がね、こうやってちょっと変わっていくみたいですね。地面が変わっていくといった感じですね。今これ3パターンあるみたいですね。他の時間によってはまたいろんなパターンがあるのかもしれません。はい。ではそろそろね、ゲームをやってみたいと思います。ゲームをしてみましょう。ほい。おスーパーマリブラース。 2、ボールができますね。じゃ、まずボールからですね。ボール行きましょう。お、AB で行きまして、ボール A 行きましょう。お、マリオですね。お、十字キーでも、AB ボタンでもできますね。ボール、これね、クラブ・ニンテンドーのね、ゲームウォッチのボール、昔持ってましたわ。もうめっちゃやってた。もうこれが500とかね、もう1000近くになるぐらいまでね、やったりしてね、めっちゃやって記きよくある。懐かしいな。これがね、 真ん中はマリオになってますからね。昔は本当ゲームウォッチ、もうスマブラにもいるね。あのゲームウォッチでだったんですけども、まあ、これがね、マリオ仕様になってて。うわ、もうこれ最高でしょ。ああ、もうめっちゃ面白い。もうこれは人気だわ。これはすごいね。あーこれはもう時代作るね。おおはい。だんだん早くなってきましたね。ペッペ,ッペッつってね。 ゲームは、ゲームはどっちのね、あの、上、上投げですよね。上投げもう、まあ、いうか、つかみ攻撃全般か <laughs>。みんなこれですよね。まあ、これが、まあ、元になってるという感じでね。まあ、落としてしまうと、でーっつってね。終わりですね。でスコアが17とい,いった感じになります。B やってみましょう。B が3つですね。はい。3つなんですよ、B は。これも、この3つのね、ボールを落とさないように、こうね、いくわけですね。 で、B の場合はね、スコアがね、1回が10なんですよ。だから、まあ3つなんでね、えっ、ー、と、A の時よりは難しいですけども、まあスコアをね、どんどんいくと、いった感じになりますね。で、これもね、まあ落としてしまうと、えー、一発アウトですね。これで、あーって言うと、べーっつって、終わりです。140って。 こういう感じですね。いやー、ボールができるってのは、これは面白いですね。じゃあ続いて、スーパーマリオブラザーで行きましょう。いやー、マリオブラザーこんなちっちゃい画面でできるなんてね。いやー、最高でしょ、これ。スタート。うわーやば <laughs> これできんでしょスタート。えー、えー、っと、スタート。エイリンかなあ、スタート。エイリンだ。あ、エイリンだ。おおえ、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 え これできんのやば,く、ね、やばい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 やば,やばマジかうわー <laughs> うわーこれは面白いなんだあのスーパー違うファミリーコンピューターミニみたいだねゲームボーイアドバンスでこういうのあったんですけども、まあ、ゲームボーイアドバンスで、まあ、やってるような感覚あれか あの、ゲームボーイ、ミクロか。ミクロに近いね。ミクロっていうね。まあね、あんまり売れなかった本体があるんですけども、それにめっちゃ似てるな。その感覚あるわ。うわーまあでも最近このコースはね、あの、スーパーマリオブラザーズ35でもね、結構やってますんでね。もう見慣れたステージって感じしますよね。ね。今、ニンテンドースイッチで、加入者限定でね、無料で遊べますからね。 はい。っていう感じで今アイテムとかで全部取っちゃいましたよね。やっぱ35でやってるとね。<laughs> はい。っていう感じで今ね、スーパーマリオブラザーズがね、全部遊べるといいっすね。まあ、スーパーマリオブラザーズは確かにね、まあ、いろんなところで遊ぶ機会はあったと思います。で、さっきも言った通りね、スーパーマリオブラザーズ35でもね、まあ、これらのステージたくさんね、35人で対戦しながら遊べたりしますんでね。まあこれいいとして、こっちですね。まさか2も遊べるというね、 2。2はね、もう最高難易度ですからね。えー、プレイヤーはプレイヤー2じゃなくて、マリオゲーム、ルイージゲームとね、なってます。初めてね、ルイージがスーパーマリオブラザー2でね、個性が出てきたんですね。滑りやすいとか、ジャンプ力が高いとか、いうのがこのスーパーマリオブラザー2で出てきました。よってね、このマリオとルイージで違うわけですね。じゃあ、せっかくな、ね、んルイージで行きましょうか、今度は。はい。ルイージ。はい。いきなりパタパタ登場ですからね。ルイージなんかめっちゃ滑るんですよ、ほら。こんな滑るんだよ。 めっちゃ滑るよ。これ難しいよね。ここにキノコがあるわけですね。キノコにね、顔がついてますね。キノコに顔が。この、ね、もうね、キノコをね、これ取るだけでも大変。キノコを取るだけでも大変だよ。こっちでやっこうこれか。おっしゃーやったぜめっちゃ滑るねで、ここにはね、ま、有名な、毒キノコがあるわけですね。まあ、この毒キノコ取ってしまうと、まあ、なぜかね、 ダメージを受けてしまうと。まあ、毒なんでね。ということなんですね。まあ、2は本当に、もう1面からね、もう5面のようなステージですよね。うわ、もう滑ってダメだった。<laughs> はい、ということで、もう1の1クリアするのもね、まあ、ちょっと一苦労なんではないでしょうか。はい、ということで、いやー、これはいいね。で、ここには、上にはね、こう、時間も出てくるし、 電池のバッテリー残量とかも出てくるのかな一応ここがポーズ画面になってるわけか。タイム行くとこうなるんかで続きから遊べるんかなああ続きからなるんだ。ああなるんだね続きからね。はい。っていう感じでございます。はい。いやあ、これはいいわ。これはいいっすね。 電源切る時はこんな感じですね。で、電源切って、このね、つける時もね、なんかもう、普通に iPhone つけるような感覚で、すぐパッってね、電源つきますね。ちなみに最後って充電するとね、どんな反応になるのか、画面がね、ちょっと変わったりするんですかね。ちょっと充電入れてみたいと思います。ほい。あ、まあこういう感じですね。上に充電しましたっていう感じで、まあこう出てくるわけですね。充電中のこのコンセントマークがついてますね。はい。っていう感じでございます。うわー。 これはいい。これはいいですね。はい。ということで、今回、こちら、ゲームウォッチのスーパーマリオプラスアーズ35周年限定バージョン。こちらね、限定生産なんでね、もう数に限りがありますんでね、もう絶対皆さんこちら、買っておいた方がいいと思います。本当にね、数年後欲しいと思ってもね、絶対手に入りませんから。 手に入ろうとしてもめっちゃプレミアついてたりするかもしんないんでね。もう今ね、少しでも欲しいと思ってる方はね、絶対にこれ買っておいた方がいいと思います。はい。ということで今回こちらのご紹介でした。では今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。